僕らの別荘。さあ、ということで、ジオドを割っていきましょう。楽しみ。はい、待って待って、ジオド。どんなんなってんの、ね、中身がね、綺麗だったりするんだろ。そうでしょ。ものによってはめちゃくちゃレアなのが入ってる。そう、光るみたいなね。あるんだよね。怖い怖い怖い。これは楽しみだね。パニック、パニック。楽しみだな。パニックです。このでっかいハンマーも買ったからね。そうだよ。待ってください。こんなちっこのままじゃ割れないよ。待ってください、待ってください。こっちこっち。ハッちゃん、ハッちゃん。気に入っちゃうぞ。危ないよ。なんか全然割れなかった。あ、やめてやめてやめて、ハッちゃんが。どうしたんだよ。はっちゃんが。はっちゃん。いや、かわいがってたじゃん、今まで。この無機物を。ただの石ころじゃないか。それを、俺は前回まで一応言ってた。ああ、どうしたんだよ。どうしたけど、うん、意見を変えたってこと？いや、翻したってこと？いやいや、違う、それはあなたたちで。約束を保護にした。一緒にお風呂入ったりさ、うん、なんかドライヤーで乾かしたりさ、うん、夢の話してない、夢の話してないよ。ずっと一緒に服着せたりとか。ああ、そう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 。あの時さ、俺らみんなで薬やってたんだよ。やっぱ。そうだそうだ。ダメだよ。当たり前だよ。薬やっちゃダメだよ。その時だ。その時に。だからケーキ終えて今だ。償ってはいるから、償ってはいるから、もう、うん、反省もしてるし、うん、もうやらないってやらないって決めてるし、そういうことそういうこと、うん、割るの？いやでもそうだから、うん、これさ、そのポロ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 白い粉出るのよ、うんうん、思い出しちゃうからさ、粉や白い粉で、白い粉で、あれ？あれってなっちゃうからさ、俺らのためにも割んないとダメなのよ。俺らが壊れちゃうから。壊れちゃう、本当に。こいつが壊れるか、俺らが壊れるかの戦いなんだから。そうだ、じゃあもうこいつ壊そう。これはあの、うん、カードで刻んでさ、あの、お札巻いて鼻でこういっちゃう。そっちになっちゃうから、完全に。ちょうど割ろうぜ、もう。いっちゃう、いっちゃうもん。うん。ハンマーもね、こっち。まあ、こっちは無理だったから。全然無理、全然無理。あ、いやいや、なんか、うん、そうだよね。大丈夫、大丈夫。そう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 。慣れるわ。うん。ゆっくり時間かけさせて、あ、やめてやめてって思っちゃう。あ、やめてって思っちゃう。でもあの、タガネも買ったんだよな。うん、こうやって、あんが割るようにな。うん、なんかなくした。わかんない。なくした。どこなの？ほんと。こんな狭い家でね、なくした。どこ行くのあれ。ほんとに俺たちはおる。まあじゃあ、すぐもう割っていくけど。うん。どうします？やり方として。うん。まあでも、この机、ここでやるからさ、ね、この俺らの大切なさ。まあ確かにな。作品がさ。うん、確かにな。ジオードなんてどうなってもいいけどな。それはちょっとな。この机大事だからさ。破壊されて完成ってこともあるから。岡本太郎みたいな。このままさ、机ごとパーンってやる。うん、いや、まあ、こっちでやります。だからここでちょっとこう。あ、ここでやる、うん、ここでこうやればいいんじゃないですか。そっか。お前もう子供作んないと。子供作んない。作んないで。もうパイプカットするんだから。あ、じゃあもう一応。一応で一応じゃない。ふざけてんだよ。こっちも。パイプクラッシャーとか言ってんだから、パイプクラッシャーその時にこっちで行かないでここでこんぐらいの感じでいいんじゃないですか。でも言ってるかな。いやいや、下のあれがないと無理だよ、うん、あの衝撃支えが、ね、さ、うん、一回軽く逃げちゃうと怖いぞ。行くぞ。軽くね。マジで行く。軽くね。逆にこれで割れてもごめんね。オッケーオッケーオッケー。軽くね。いけそう。今のだったら大丈夫だけど、これ以上怖い。手敷いた方がいいよ。ここにさ、うん、一枚板入れた。確かに。お前ちなんか板での板、まあ、ダンボールぐらいでしょ。ダンボールか。なんか硬いやつじゃないとあんまり見ない。まな板？おお。まな板。あ、まな板。まな板ある。まな板だ。まな板行こう。あ、まな板行こう。うん。あ、これで。行くか。うん。オッケー。うん。ちょっと一回これでやってみてもらっていいですか。まな板敷いたね。まな板敷いた。大丈夫。いいよ。衝撃が分散されるはず。へえ。ちょっと軽くね。まずね。一旦試しね。ま、うん、あー、全然大丈夫だ。こんぐらいだったら。マジ？うん。あれ、なんか叩いた感じだと。え、俺そこまで。割れる感じだしね。なんかね、多分ね、ボインってなっちゃってる、うん、僕のちょっとわがままボディで。あ、いける多分割れるよ。え、割れんじゃないの。え、ちょっと待って待って待って、割れちゃうんじゃない。ちょっと破片とか怖いな。うわうわ、おこれさ、危ねえか、メガネかけて。あ、確かに。ちょっとこれタガネか。俺もサングラスかける。これタガネ必要かもな、下手したら。いくぞ。え、結構でかいのいったね。表面が。あ、怖い。ちょっと一回。あ、痛っ、ちょっ。え、表面が割れちゃうな。表面がこう取れてってる感じですよね。確かに、タガネだとこう、それが一点に行くのか。タガネないんだけど。タガネ、全力操作。え、あれは前回さ、マイナスドライバーは使ったよな。使った。マイナスドライバーでこうは。確かに。まあ、やらないよりはやってみるか。
いきます。はい。まあ、でもこれはやってることはタガネとまあ近いか。何？こんなにこんなに割れない。ちょっと一回僕やってみてみますか。やってみ。ここで誰か膝貸してくれる。いい、俺の膝使える。確かに。一回軽くやって、軽くやって。軽くやりますよ。うん。あ、俺全然大丈夫。本当ですか？うん。あ、でもこれ不安定だな。うん、俺全然大丈夫。一回ちょっとあのなしでやってみて、普通に結構強くいきますよ。なんでだよ一回目だと軽くいきよ。あ、全然大丈夫、うん、あ、大丈夫、うん、大丈夫だけど、お、あ、でもほん結構今はね、4割ぐらいでやった感じ。感覚ベッドの上に置いてさ、もう100でやってみた、一撃いやでも、うんうんじゃねえ。いやいや、終わらそう、一撃で。ベッドの上で一撃。え、でもなんかまな板置いてってことでしょ。まな板置いて、もうほんと上から振りかぶってやるぐらいの気持ち、うん、俺さ、なんで俺さベッドでさ石を砕かなきゃいけないんだ。ソファーの上。いや、まあまあまあ、どっちかといったらこっちですよ。でここでやろう、ここでやろう。まあやってみますか一回、ここでいきます。うん、怖っ。この辺とかめっちゃ欠けたけど、うん、バレてはないわ、全然。え、石も100？いや、100ではないです、さすがに。こう当てようとか、 あとまだどんな感じかとか。100なんてやったらもう、うん、お前そんなもんで、ね、よかったよ。いや、タオルいらないんじゃん。いや、確かだからソファーの上でやってるんですか。うん、タオルいらないんじゃん。なんだこれ、ジオドの上にソファーまな板ジオド行くよ。うん、こうえ、俺は何件家を壊してきたと思ってんだ。そうだよ。そうね。解体のバイト、解体や P 株3年やりました、うん、防水の仕事も塗装の仕事もやった、うん、ハンマーなんてな、うん、使い慣れてんだよ。うおーうおーうおーすげー、かっこいい。割れた、割れた。石、せーの、しゃーえ、石の、石の、使い慣れてんだよ。すごいよ。結構綺麗じゃない？すごい綺麗。すごい綺麗。あ、はっちゃんの中ってこんなだったんだ。やめて。え、めっちゃ綺麗じゃん。綺麗。結構綺麗な方じゃない？こんなギチギチ詰まってんだね、あと。だから割れなかったんだよ。割れないんだよ。空洞が少ないから。すごい。ちゃんと硬いわ。ツルツルだしなんかなんか。うん。だちゃんと中もガッチガチの石だね。うん。これなんかポロポロしないこんなの。ちゃんとパワーストーンじゃないなんか。ね。ね。結構さ、こういうのこうやってさ置いてあるところとか ないあるあるある。ちっちゃい座布団みたいな。そうそうそう、うん、置いとこうかうちも。え、置いとこうぜこれ。置いとこう。すごっ、うん。すごい。すごい。あ、こんな感じなんだ。すげえ、なんか綺麗。すげえ。じゃ、掃除するか。ハンマーなんて。使い慣れてんだよ！おお！石かっこいい！